仕事何してるかって言ったら、関西のとか日本のとか和牛のとか、そういう素晴らしさを後世に伝えたい。本当に100年後までこの和牛の素晴らしさっていうのを伝えたい。ほんまそれでやってて、目標っていうのはもういろいろ変わっていくねんけど、もうこの目標もだいたいこうクリアしていって、また新しい目標が出てきて、まあそんなことをずっと繰り返してきた人生やなと思ってるんですけど、まだまだちょっとやりたいことがあって、上に向きなこと、仲間、スタッフ、家族、まあ、これをすごく大切にして、これから新しい目標に、掲げて邁進していきますので、また温かい目で見といてください。お願いいたします。